はい、皆さんこんにちは、ガミです。はい、本当はねこれ動画にする気は全くなかったんですけどね、今スイ君のレイドをやって今ゲットチャレンジなんですが、これ CP 見てくださいよ、ね、これ1613っていうことはこれスイ君の個体値マックスのやつなんですよね。これはねちょっと絶対ゲットしたいんで、やっていきたいと思います。でこれ今ね弾が9発しかないんで、いやゲットできるかどうかすごく微妙なんですが、どうしようかな、これ一発目は多分捕まえられないと思うから、答え尺が出たとしても僕は金釣りをケチってね、釣りの実を投げていきたいと思います。普通はこれみんな金釣りでやるはずなんですが、僕は普通に釣りの実で投げる。グレート、さこれはどうだ。答え尺100だから絶対捕まえたいんですけどね。でこの辺からちょっとさすがに金釣り、いやでも7個しかないのか、まあいいや、じゃあ釣りのみで、いやこれは絶対捕まえたい。伝説 100% って今まで1回も会ったことないんでね、これは本当になかなか、ああここで外すとはすごい一球無駄にしてしまいましたね。いやー投げるのがすごく緊張しますよこれ本当に。ここだ、グレートどうだ、捕まってくれ、釣りのみで、あーダメだ、一回も入れない。じゃあこの辺からさすがに金釣り使っていきましょう。しかもここで多分金釣りの在庫はなくなっちゃうんじゃないかっていう感じなんですが、ここで投げる、グレート、いやー頼む捕まってくれ、お願いします、一回、ああちょっと待って、アリが登ってきた、マジか、今アリを追っ払ってたらボール一気に無駄にしちゃいましたね。いや最悪だわこれほんま、マジか、今の一球さすがにもったいなさすぎるだろ。ここえっちゃったやばい、無駄にしすぎ、ここグレート、さあ頼む捕まってくれ、お願い、1回2回頼む、あ悔しい、いやー本当にあと2球しかない、やばい、これ絶対捕まえたい、ここグレートさ、頼む捕まってくれ、お願い頼む、1回頼む、あー最後の1球捕まえられるかどうか、いやお願い、1613ですからねこれ、本当捕まえたい、頼む、あーグレートじゃない、どうだ捕まえられるか、1回、あダメだ、逃げられた、いやーマジか、いやーめちゃくちゃ悔しい、 100% に逃げられるなんて、いやーちょっとショックですがね、まあでも 100% に会えただけでもね運がいいということで、これで終わりにしたいと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございます。ちょっとね興奮しすぎて何喋ってるか分かんなかったかもしれないんですが、ご了承ください。